ありがとう。こうしていると昔を思い出すな。昔？そういえば他の種族の人に料理を出していたって言ってましたね。その時のことですか？もしかして海賊船にいた頃の話ですか？海賊？おい、ホピー。いいじゃないですか。そうだよ、海賊だったなんてすごいや。道理でおっかないわけだよ。海賊船もこんな風に賑やかだったの？賑やかなんてもんじゃない。騒がしくてろくに声も聞こえないほどだ。喧嘩もするし、毎日大騒ぎだったな。イエーイ。だが、皆楽しそうに笑いながらうまそうに同じ飯を頬張っていた。その顔が忘れられなくてな。海賊船を降りた後もあんな風に楽しく飯が食える場所を作りたいとずっと思っていた。そうだったんだ。じゃあこれで夢が叶ったんだね。だって
よし。ああ。うん。ええ。よろしく頼む。うん、そうだ。おお。いいわね。いいね。いらっしゃい。ごめんね。やったわ。よっ。ねえ、こんにちは。おはようございます。おはよう。さて、へえ、それでほっほっほ、
おはよう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。嬉しいです。うわありがとな。ありがとう。Thank you. ありがとう。ねえ。大丈夫。ねえ。よーし。そう。もう。あのね。でも。大丈夫。わあ、ありがとう。やったー。そうだな。あのね。ねえ。平気だよ。よーし。
えへん。え、あのね、よーし。うん。そうだな。お手紙を読みました。シルフが人を頼るなんて珍しいですね。これがシルフのママの字か。それで木の病気のことは書いてあるの？その木の病気は一見新種に見えますね。でも多分シルフがよく知っている病気の変種だと思います。昔庭木の病気を一緒に治したでしょ。様子があれに少し似ていると思いませんか？そういえばママと一緒に原因を突き止めたって言ってたね。そうだっけ？そうだよ。対処方法もそう変わらないはずです。試してみる価値があると思いますが、どうでしょうか？だってさ、シルフ、なんとかなりそう？そういえば、あの時も木が変色していたな。色も状態も違うけど、あの時は確か…シルフ？あ、ごめん。ちょっと考えていたんだ。で、なんとかなる？ああ、光が見えてきたよ。やったー！じゃあ、もう一度果樹園に行って木を観察し直そう。ああ。追伸。私もうまくいかないことがあったら、よく人に相談するの。相談しても解決しないこともあるわ。でも話を聞いてもらうだけで気が休まることもあるのよ。一人の時間も大切。でも誰かと一緒に過ごす時間も大切にしてね。そうか、母さんも。おや。うん。でも。よかった。どうぞ。ありがとう。ありがとう。おーい。ねえ。おや？ありがとう。ああ、ファイト！頑張れ！ファイト！お願いね。うん。ありがとう。助かったぜ。ありがとう。ありがとう。
キュー。ありがとう。恩に着る。まさか。ごめんね。ありがとう。おはよう。
よ。おはよう。よしよし。おはようございます。おはよう。さて、へえ、それで ですから、ほっほっほっ、thank you.